玉掛けやって段取りもしてやって説明しやって誰か純ちゃんが玉掛けしてやってやれよ俺とか親分が、うん、全部俺やらなきゃ
Thank you.
こんにちはね、もうおばさんによる田舎寮で、だって友達で行ってきてたから、そういうところに、やっぱそういうことだったら、thank you.
Thank you.
いや、もううんこじゃないよ。Thank you.
Thank you.
Thank you.